キンプリ公式 YouTube 10億回再生エアル5人とティアラが作ったごつの伝説超国民的グループの証明ご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございます 5月15日、2018年5月23日に発売した k n g o s のデビューシングルシンデレラガールがミリオンセールスを突破。発売5周年間近に100万枚の大台を突破した。この快挙に金プリ公式ツイッターはミリオン突破は言及しなかったものの、受け取ってください。 PNG&PINS シンデレラガール 2023YouTube エディットです。と、同日の23時に投稿。4月19日に発売されたベストアルバム m r g の初回限定版に収録されたシンデレラガール2023を YouTube バージョンにアレンジした公式動画を同時刻に YouTube チャンネルに投稿した。 シンデレラガールは23時頃が舞台の歌なので時刻はそのオマージュだろう。キンプリは5月22日に平野市洋さん2十6岸優太さん2十7神宮寺優太さん2十6の3人が脱退し事務所からも退場、岸の宮き退場。2022年11月にこの事実が発表されてからというもの、ティアラ。 キンプリのファンが愛の深さをグループに伝えるべく死活に励み、それにキンプリもお礼を言う共同作業とも呼べる状態が続いていますが、ついにデビューシングルもミリオン達成です。これで4枚目のミリオンですよ、女性誌ライター。四角半年足らずで4度のミリオンを達成。キンプリは2022年11月9日発売のイレブンスシングル、月読み、彩り。 今年2023年2月22日発売のトゥエルフスシングルライフゴーソンヒュアイヤングの2作がミリオンセールスを突破。ベストアルバムミスター5もミリオンを突破し、今回のシンデレラガールで4度目のミリオンを達成。半年足らずで立て続けにミリオンを記録し続けてきたが、それは一つの到達点と呼べるだろう。 ベストアルバムミスター5に至っては発売からわずか2日で累積売り上げが103万枚オリコン調べを記録する回帰をも打ち立てている。また YouTube については前代未聞の記録を打ち立てているほか最後のプレゼント計画も動いているようで今年3月16日の夜 k n g o p、NG S、の公式 YouTube チャンネルで 月読みの MV がジャニーズ事務所所属タレントでは初の再生数1億回突破を果たしましたよね。しかし、これで満足するティアラではありませんでした。今度は10億層再生回数チャレンジと題して5月22日までに公式 YouTube 動画の総合再生数10億回を突破させるという活動を行っています。 5月16日時点でおよそ9億8240万再生数を記録しているため、残りおよそ1760万再生。一週間弱でここまでいけるかは微妙でしょうが、ファンの熱量はものすごいですよね。前での女性誌ライター。四角十億再生を目指すティアラたち、多くのティアラが連日ツイッターを更新し、辞める三人は活動の形が変わってしまいます。 が今後も業界に残るなら彼らを支えられるのは数字以外の何者でもありません。数字が動くから起用もされる。肌で感じるのは再生数を増やすことの大変さ。だからこそ大いに意味があることだと思います。デレラのミリオンも見えてきたのかな YouTube の KP チャンネル総再生回数10億も一踏ん張りまだロ論グ回してないよという方はこちらどうぞお宝映像万歳で楽しめることを受け合い。皆さん、お疲れ様です。あえて、あえて、最近あんまり見てなくないな動画で集めてみました最新のデレラ2023は入れちゃったけど視聴動画の分散も大事だからこれ使ってください。から。 と、10億層再生回数チャレンジのハッシュタグとおすすめ動画の URL を引っ下げて動画再生に貢献している。脱退発表でファンの応援の勢いも加速度的に増した。結果 YouTube 再生数やミリオンで数々の伝説を打ち立てていますが、思えばデビュー当時の2018年5月の時点で金プリはすごかった。 デビューと同日の5月23日に発売され表紙を飾ったアナンマガジンハウス社が週刊誌としては異例かつ同志の創刊48年の歴史で2度目となる重版を飾ったこともありました。その時点で金プリは超国民的グループになれるポテンシャルの高さを見せていたことになる。3人の脱退は非常に残念ですが、 空前絶後の10億層再生回数チャレンジは改めてその人気が伝わる運動ですよね。そして今回の件でも強く感じられるように、金プリの傍らにはずっと熱心に応援を続けるティアラたちの姿がありましたよね。全能。2日でミリオン半年で4枚の CD がミリオン YouTube の総合再生数1億回突破デビュー当時の重版。 これに限らず多くの伝説を打ち立ててきたであろうキンプリと5人を支えるティアラ。5月22日までに新たな伝説総再生数十億回を達成できるか。近く、しっかり受け取りました。キンプリの原点にして頂点、シンデレラガール2023。ラストは退場する3人が背中を向け、残る2人がこちらを見る意味深な構図となっている。